赤ワインもしくは赤ブドウ種は黒色のブドウ品種から作るワインの種類である。ワインの色は若いワインに典型的な強い紫色から熟したワインの赤、レンガ色、さらに古いものの茶色まで様々である。紫色のブドウの果汁の多くは緑がかった白色であり赤色は火肥に存在するアントシアニン色素に由来する。例外は比較的珍しいタントリエで 赤色の果汁が得られる。したがって赤ワイン生産工程の多くには、ドウ花火からの色と風味の抽出の工程が含まれる。ブドウを摘んだ後の赤ワイン生産の最初の工程は、物理的なブドウの処理である。手摘み、または機械で収穫したブドウは大きな箱に入れられて、ワイナリーに運ばれ、物理的処理のためのねじ切り、板にかけられる。ワイナリーに到着した時には、 果実や枝、茎、葉等が混在している。発酵時に茎が残っていると、ワインに苦味が生じるため、茎や葉は除去される。機械的に行うには、果実の大きさの穴が開いた回転カゴが用いられる。カゴの中には、カゴの内側表面向き放射状の腕のついた、同心円状の軸があり、ブドウがカゴの穴を通ると、枝や葉は、カゴの開放端を通って排出される。 茎が除去された後、果実は通常軽く破砕される。破砕機は1体のローラーからなり、これらの間の空撃を調節することによって、ワイン醸造家の好みにより、破砕具合を調整することができる。果実、果皮、果汁、種子の混合物は、ムストと呼ばれている。ムストは発酵のために、ステンレスかコンクリート製のタンク、またはオーク製の樽に組み上げられる。 通常、ブドウがワイナリーに届いた時点で保存量の二酸化用が添加される。添加率は0から7 0ラム l である。その目的は酸化を防ぎ発酵を遅らせることである。火器の色や風味を抽出し、また試作を容易にするためにグルカナアゼ等の軟化酵素がこの段階で加えられることもある。この後の段階でタンニンが添加されることもある。 その役割は色を安定させ、酸化や腐敗を防ぐことである。発酵前のマセレーションのため、1から4日間程度、ワインを摂氏10度程度に冷やす醸造家もいる。これは、アルコール存在化の真摯で抽出されてしまうタンニンを除いて、色や果実の風味を水中に抽出するための過程である。またこの過程は必須ではなく、 新世界のワイン生産国で好んで行われる。ワインが発酵村に入れられると、ブドウの果皮や環境中に自然に存在する質が酵母がアルコール発酵をはじめ、熱を発しながら、ムスト中の糖をエタノールとに酸化炭素に分解する。しかし、多くの醸造家は、質が酵母等の特別に選択された酵母を添加し、発酵過程を管理する。 ワイン醸造用に数百種類の異なる禁酒が販売されており、多くの醸造家は、ぶどうの種類、ワインの種類ごとに特定の禁酒が適していると信じている。この段階で、リン酸にアンモニウム等の酵母に必要な栄養素を添加することも一般的に行われる。ムストが発酵損に入れられた後すぐに、肩症と液槽の分離が起こる。火火は表面に浮かび、 キャップを形成する。色と風味の抽出を効率的にするために、火火のキャップと液層の接触を最大化する必要がある。これは次のように行われる。発酵過程で発熱するため、温度管理を行わないと摂氏40度を超えてしまい、風味を損なったり、酵母が死滅してしまう恐れすらある。従って、様々な冷却システムを用いて温度管理される。 理想的な発酵温度については様々な考え方があるが一般的に25摂氏28度の低い温度では早飲み用のフルーティーなワイン28摂氏35度の高い温度では長期熟成用の渋いワインができる毎日1度か2度発酵中のムスとの密度と温度が点検される密度は糖丸量に比例し発酵によって糖がアルコールに変換されるのに伴い 低下していく。ワイン醸造における圧搾は、ブドウから果汁を抽出する過程である。これは、ワインを圧搾機か手作業、または、ブドウの果実や棒自体の重さを用いて行われる。歴史的には、ブドウの房を足で踏んで圧搾が行われたが、今日では、ほとんどのワイナリーで、圧搾前に機械により、果実を茎から外して、火痢を破砕する。シャンパーニュ地方における、 スパークリングワイン生産等は例外で、ここでは伝統的に房のついたままのブドウを圧搾し、茎の混ざったフェノール分の少ない軽いムストが作られる。白ワイン醸造では、破砕の直後、一時発酵前に圧搾が行われる。赤ワイン醸造でもブドウは破砕されるが、発酵後または発酵終盤まで圧搾が行われず、この間火比が過重に侵止し,して火比から色、 単人、その他のフェノールが進出する。破砕の段階で、果実中の60から70%の果汁が放出されるため、この段階は必ずしも必要ではない。圧作で得られる残りの30から40%は、自然に放出される果汁と比べて高い pH、低い適定酸度、高い揮発酸度、高いフェノール含量であり、その量は圧作度や変わらな 多くのワイン醸造家は、これらを別々に瓶詰めしたりブレンドするために、両者を分けて保存する。実際に、多くのワインは、前者が85から90%、後者が10から15%の割合でブレンドされる。ワインの圧作には、多くの種類があるが、継続的な圧作と村内での圧作に大きく分ける、ことができる。近年の醸造家は、空気圧膜を用いた、 そんな安作を好む傾向がある。この方法では、ブドウをより優しく圧搾することができる。圧搾された果汁は、後に混合するために、しばしば破砕で放出された果汁とは分けて保管される。二度目の微生物学的変換は、アルコール発酵の後に起こる。これは、マロラクティック発酵と呼ばれ、ブドウ果汁に含まれる、リンゴ酸が微生物の作用によって乳酸に変換される。 ワイナリーに存在する乳酸菌によって自然に起こることもあるが必要であれば市販の菌を食菌して行われることもある。マロラクティック発酵が完了した後カスが沈むまで整地し酸化や菌の腐敗を防ぐために保存量としてに酸化用を加える。大部分の赤ワインは瓶詰めの前に一定の期間熟成されるがその期間はボジョレーヌ棒の数日間から ボルドーの18ヶ月以上まで様々である。熟成の間はステンレスかコンクリートのタンク、または多くの樽に入れられる。多くはワインに風味をつける。成長化が行われたり、過剰なタンニンの除去が行われたりすることもある。清住剤としては卵白やゼラチンが用いられる。早飲み用赤ワインの中には朱石三次用の結晶が 瓶の底に沈殿するのを防ぐために冷却安定化が行われることもある。大部分のワインは瓶詰め前のどこかの段階でろ過されるが、無ろ過を売りにする醸造家もいる。ろ過によりワインは完全に透明になり、残った酵母や細菌の活動を防ぐことができる。ガラス瓶に詰めてコルクの栓をすることが普通であるが、アルミニウムのスクリューキャップやプラスチックのストッパーも、 用いられる。テトラパックやプラスチックの瓶に入れられることもある。ありがとうございます。